寝坊した朝でも大丈夫。これ30秒でできちゃいます。こんにちは、渡辺です。今回は30秒でできるこのクリップアレンジをご紹介です。で、このクリップね、結構持たれてる方も結構皆さん多いかなと思うんですけど、これ結構ね、めちゃくちゃ便利で、で今回はこのクリップだけで作るヘアアレンジになります。で髪の毛の量が多い方だったりとかでもやっぱりこれだけでもまとまりづらいっていう方がいらっしゃるかなと思うんですけど、今回のアレンジはもう結構どんな髪質の方でも綺麗にまとまります。で使うものは本当にね、この人差し指、左手の人差し指とこのクリップだけで全然できちゃうので、朝忙しい朝だったりとか、ちょっと寝坊したりとかで、やっぱ雨が降ってきて髪の毛がまとめたりだったりとか、そういった時に使えるアレンジになりますので、ぜひ皆さん覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。まずブラシでとかしていきます。しっかりと引っかかりがなくなるようにとかしてください。で髪の毛をまとめていくんですけど、ご自身の左手の人差し指ですねにこうやって巻きつけていきます。で巻きつけた髪の毛で人差し指をこうねじっていく、くるっとこっち向きに。そうすると結構これだけでだいぶホールドされます、髪の毛が。で髪の毛が長い方に関してはこの巻きつけをこっちの左手の人差し指でこう巻きつけていくような感じ、髪の毛をでやってあげるとこんな感じで止まるので、で毛先が少しなくなった状態、まあこのぐらいだったら全然いいんですけど、まあ中に入り込んじゃってもいいかなと思うので、でここの巻きつけた人差し指に巻きつけた髪の毛、これがしっかりと止まればもうこのヘアアレンジしっかりとキープされるので、ここでこのクリップ、結構流行ってるやつですね今、このクリップを髪の毛とこの巻きつけたところにぐさっと刺してみます。こんな感じで。で、もう触った時に動かなければ、これで OK です。で、まあお好みで、この辺の部分だったりとかを少しね、こう引き出せるとこだけでいいかなと思うので、ちょっとだけルーズにします。まあ、なくてもこれだけでも可愛いかなと思うんですけど、まあ少しこう、こなれ感が欲しい方に関しては、こういう風にちょっと引き出して、で、あとはね、まあこの辺りの部分が結構ペタッとしやすい方に関しては少しだけ丸みを出すような感じで引き出してあげる。この時に引き出した時に結構硬いところに関してはあんまりやらなくていいかなと思うので、なんか引き出してちょっと出るかなっていうところだけ出してあげる。そうしないと無理やり引っ張っちゃうと結構これヘアレンジ崩れやすくなっちゃうので、でバランスを整えたらこんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介しました。まあ解説しながらなんでね、30秒以上ちょっと経っちゃったんですけど、でも本当にこう指に巻きつけて左手でくるくるしていくだけで髪の毛グッと締まるので、で締まった状態でここの部分とこの髪の毛の根元の部分をしっかりと挟む、それだけで結構綺麗にまとまります。で、まあお好みでね、ちょっとほぐしたりとかしてもいいんですけど、別にほぐさなくてもバランス的にむちゃくちゃ綺麗かなと思いますので、ぜひね、このアレンジ、暑くなる季節にも結構使えますので、参考にしてみてください。やっぱり練習は絶対必要なんで、ね、一回見ただけじゃダメなんでね、練習もしっかりとやるとできるようになりますので、ぜひ覚えておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。